これ、どっちの方が体にいいと思いますか？砂糖入りの普通のコーラ、ダイエットゼロコーラ、どっちの方が体にいいでしょうか？こっち、砂糖入りの方が体にいいだろうなと思った方、以前の僕のように洗脳されてしまっている可能性があります。ということで、今回は人工甘味料について考えていきましょう。かなり批判的な意見も多く聞くこの人工甘味料、代表的なもので言うとスクラロース、アスパルテーム、サッカリンなどがあります。このダイエットコーラにも記載がありますね。スクラロース、アセスルファム K、 アセスルファムカリウムっていう意味ですね。こういったものが書かれてます。こういったものを過度に怖がっていませんか？僕はそうでした。実際に買うときにはこの裏の成分表を見て、そういったわけのわからないカタカナが書いていったら買わないようにしてましたし、こっちのかえってですね、加糖ブドウ糖液糖、砂糖、まあ加糖ブドウ糖液糖もちょっと怖がってましたが、砂糖って言われるものの方がかえって安全みたいな風に考えていました。今日は砂糖入りの普通の炭酸飲料と人工甘味料の入っているもの、どっちかといえば現状では砂糖が入っているこっちが体には悪くて、こっちが、現状では体にまだマシなんじゃないか、それほど怖くないですよっていうお話をしていこうと思います。ぜひ最後までご覧いただければと思います。まず人工甘味料って体にとってどうなのという質問をちょっと噛み砕いて考えてみると、比較対象は何かっていうところを考えないといけないのかなと思います。当然人工甘味料と油とかを比較する人はいないと思いますので、比較対象としては砂糖ですよね。ここは間違いないと思います。砂糖よりも人工甘味料がやばいという人の根拠としてまず挙げられるのが、2014年にネイチャーで発表された文献をもとにお話しするような方が多いのかなと思ってます。ただ私はまずこの文献自体それほど価値のあるものには思えませんでした。というのも、これどういった研究になるかというと、人工甘味料を与えられたマウスと人の研究になります。まず人工甘味料を与えられたマウスの研究では、こっち、人工甘味料を与えられたマウスですね、こっちは、水であったりとか砂糖を与えられたマウスです。これを比較した時に、かえってこの人工甘味料を与えられたマウスの方が血糖値が上がりやすくなったっていう研究があります。マウスの研究ですね。でさらにその人工甘味料与えられたマウスと砂糖を与えられたマウスの腸内環境を抽出して、引っ張って別のマウスに移植していった、別のマウスに腸内細菌を移植していったという研究では、この砂糖を与えられたマウスより人工甘味料を与えられたマウスの腸内細菌を入れてた方の新しいマウスが、こっちの方がかえって、砂糖の、またですね、血糖値が上がりやすくなったっていう研究があります。で、これの研究に関しては、まあ、この部分だけ見ると、いや、人工甘味料ってやばいじゃない、怖いじゃないっていうふうに思うかもしれませんが、まあ、所詮マウスというところで、研究の価値としてはそれほど高くないものになってます。人の研究もございます。人の研究もあって、この人の研究どうなったかというと、5人の男性と2人の女性に対して、摂取最大量のサッカリンって言われる、まあ人工甘味料ですね。そういったものを与え続けた、研究になってまして、そのうちの4人、7人中4人が、異常な血糖値の値っていうところを示し、まあ3人は異常がなかったという研究になってます。まあ、7人中4人も、異常を起こしたから半数以上じゃないか、危ないじゃないかっていう考える方もおられると思うんですが、こういった研究の仕方は横断研究というふうに呼び、まあ、しかも小規模になってます。信頼度としては、研究の中で症例報告、そして症例シリーズと言われるものから下から3つ目の横断研究という研究の仕方になってます。まあ、すごくですね、医学的な部分で言うと価値がそれほど高くないというものがこの研究の仕方になってます。そしてさらにこの研究では BMI って言われるものは調整されてましたが、それ以外の要素ですね、例えば人種、食べ物、アルコールの摂取量
年齢、それも全部バラバラだったというところで、あまり、まあ、まだまだね、追加でさらに研究を行っていけば情報は変わってくるかもしれませんが、現状ではこれだけを考えて人工甘味料は危ない、怖い、砂糖よりもやばいものだって思うのはちょっと、考えすぎ、時期尚早なのかなと思ってます。私自身もそうでした。ちょっと浅はかな考えで、あと研究の内容だったりとかも細かく知らずに判断してしまった部分があって、間違った、考え方っていうところをお伝えしてしまってた部分がありますので、その点はお詫びさせていただければと思います。で、まあ、そういった要素を考えた時にですね、自分がどっちを選ぶかかなと思ってまして、人工甘味料ってまだ、まあ、研究のレベルで言うと、それほど危険性は、まあ、はっきりとは証明されていないというものを選ぶのか、あと避けるのか、それとも砂糖とかって言われる、糖尿病であったりとか心筋梗塞とか、いろんな疾患にリスクとして捉えられている、まあ、人の研究として間違いなく立証されているものを、正しく怖がってそっちを避けていくのかって考えた時に、私は最初の話に戻りますが、こっちのどちらかであれば、砂糖入りのこっちはちょっと今は選ばずに、人工甘味料が入っているこのゼロコーラの方を選択していくっていう発想になるのかなと思ってます。まあこれさらに研究が進んで変われば、もしかしたらひっくり返るかもしれませんが、現状では、砂糖よりもこっちの害の方が明らかに少ないということは分かっていますので、あなたもそんな基準で考えていただくといいんじゃないかなと思ってます。そんな感じで、このようにですね、一度自分が発信した情報もしっかりと訂正をして正しい情報を伝えていくってことは僕らの仕事なのかなというふうに考えてます。どうしても、どこかで言い切ったりとかしてしまうと撤回をすることが難しくなったりとか、そういうことって結構あるんですけど、僕はあくまで、正しい情報を伝えるっていうところに注力してやっていこうと思ってますので、まあ今日の動画いいなと思ったら、いいね、チャンネル登録もお願いできればと思います。ぜひあなたの感想というか、考え、ご意見っていうところもコメントで教えていただければと思います。本日の動画は以上になります。本日も動画をいただきありがとうございました。